こちらね、皆さんもちろんご存知だと思いますけれども、眞子内親王殿下とですね、国際キリスト教大学時代の同級生の小室圭さんのご婚約が内定したとの発表がございました。まあ、いろいろ暗いニュースが多い中で明るいニュースがとてもいいなと思うんですけれども、ね、私 BBC よく見てるんですけれどもね、BBC ニュースだと全く伝え方が違うんですよね、日本と。そうなんですか。そうなんですよ。だからイギリスって貴族社会、ね、王族があるじゃないですか、ですからプリンセスがプリンセスの身分を捨てて一般の人に嫁ぐという、なんかロマンスみたいになってましてね。やっぱりイギリス の, その貴族社会の風習から見るとそういう風に見えるんだと、なるほどね。普通はね、ほらシンデレラ物語でもこう一般の人がこうね、上にお姫様になるっていうけどね、なんかまあね、結局女王陛下がいて、イギリスの場合は女性でも王様になって、女王陛下の旦那さんは普通の人なので、ね、そういう習慣があるもんですから、女性のプリンセスが普通の人に嫁いでも普通の人の身分になるっていうことがある意味驚きみたいなんですよね。まあ、分かりにくいんでしょうね、その日本のこの男系の、はい、ずっと続いてきたものと似て異なる、似て異なる王室なんですよね、はい、なるほどね。まあ、世界でもいろいろねそういう見方があるんですね、はいはい。まあ、でも僕思ったのはこのどちらも確か25歳ということで、結構その結婚するという年齢としては若いじゃないですか、今はもう30歳ぐらいが当たり前みたいな時代ですけど、こうやって若いうちに結婚して幸せになるっていう、まあ、国民の憧れるモデルみたいになってくれたらすごくいいことなんじゃないかなと個人的には思うんですよね、やっぱり。お二人とも本当幸せそうですからね、それが一番ですよね。嬉しい感じがしていいですね、はいはい、若いなっていうね、はい、と思いました。ぜひお幸せにと思います、はい。それではここで記者会見の模様を VTR でお伝えいたします。宮内記者会幹事社、フジテレビの田中と申します。眞子さま、小室さん、本日はご婚約内定誠におめでとうございます。豪雨災害により、延期となっておりましたけれども、本日こうしてお二人からお話を伺えること、大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。まずご婚約が内定した今の率直なお気持ちをお聞かせください。本日天皇陛下のお許しをいただき婚約が内定いたしましたことを誠に嬉しく思っております。しかし7月の九州北部豪雨とその後の各地における豪雨の影響で今もなお大変な思いをされている方々がいらっしゃいます。亡くなられた方々をお悼みするとともに被災された方々が早く落ち着いた生活を送ることができますよう心より願っております。また婚約の発表の具体的な時期が決まる前に突然に報道されたことにより多くの方にご迷惑をおかけし申し訳なく思っておりますが今日を迎えることができありがたく思います。天皇陛下よりお許しをいただきましたことを大変ありがたく存じます。またこれまで秋篠宮同妃両殿下をはじめ多くの方々が温かくお見守りくださいましたことに心より感謝申し上げます。今日天皇皇后両陛下にはどのようにご報告しどのようなお言葉がありましたか。先ほど御所へご挨拶に上がりました。天皇皇后両陛下よりは大変温かく心のこもったお言葉をいただきましたがそのお言葉は私の心の内に大切に留めておきたく存じます。先ほどご挨拶申し上げましたところ
天皇皇后両陛下よりお言葉を賜り、誠にありがたく存じました。宮様と同様に心の中に大事に留めたく存じます。お二人の出会いから交際を経て婚約の意思を固めるまでの経緯について、プロポーズの時期や言葉なども含めて具体的にお聞かせください。小室さんと最初にお目にかかりましたのは大学1年生の頃でございましたが、すれ違うと軽く挨拶をする程度でございました。初めてきちんとお話をしましたのは2012年、国際キリスト教大学が交換留学生のために教室で行った説明会でのことでした。その時私が座った席が小室さんの座った席の後ろであったことがきっかけとなりました。それから親しくお話をするようになり、交換留学前からお付き合いを始めました。この当時お互いにお付き合いをする人は結婚を考えられる人でありたいという共通の認識がございましたので、結婚につきましては当初より念頭にございました。そのようなわけでプロポーズで初めて結婚を意識したというわけではありませんでしたが、もちろん誠に嬉しく思いました。私の心は決まっておりましたので、プロポーズはその場でお受けいたしましたが、時期についてはお互いに相談しながら決めていこうということで今まで過ごしてまいりました。重なるところも多いと思いますが、初めてお話をきちんといたしましたのは2012年の交換留学に伴う大学校内での説明会でした。交換留学前からお付き合いを始め、その後宮様はイギリスへ、私はアメリカへ1年間留学し、長く遠く離れておりましたが、その間もしばしば連絡を取りながら交際を深めてまいりました。帰国後もお互いの気持ちを確認し合いながらプロポーズに至りました。2013年の12月に私から宮様に将来結婚しましょうというように申し上げました。場所は都内で、食事の後2人で歩いていた時であったと記憶しております。お互いをどのような存在と感じ、どんなところに惹かれ、普段はどう呼び合っているのか、お聞かせください。一言で申し上げるのは難しゅうございますが、小室さんは私を温かく励ましてくださる存在でございます。最初に惹かれたのは太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、性格を深く知るうちに真面目でご自分の強い考えと意志を、ご自分の考えと強い意志を持ちながら努力されるお姿、また物事に心広く対応される姿に惹かれました。普段は名前でお名前で呼んでおります。宮様とたびたびお会いするようになりましてから、ある日夜空に綺麗な月を見つけ、その時思わず宮様にお電話をいたしました。その後も綺麗な月を見つけますと嬉しくなり、宮様にお電話をおかけしています。宮様は私のことを月のように静かに見守ってくださる存在でございます。とても愛情深く確たる信念をお持ちのところに強く惹かれました。普段はお名前を呼んでおります。お名前というのは具体的にはどういうふうな？そうですね、ちょっとここでは実演は強引で申し上げるのですけれども、具体的に申し上げるとお互いファーストネームで呼び合っております。では質問者を交代いたします。宮内社会の幹事社を務めております日本経済新聞の今井と申します。本日はご婚約内定おめでとうございます。それでは質問に移らせていただきます。眞子さまが秋篠宮ご夫妻や妹の佳子さま、弟の悠仁さまに小室さんを紹介された際のご様子や、皆様からどのような言葉があったかご紹介いただけますか。小室さんもご家族に交際を伝えられた際、
どのようなやり取りがありましたか、ありましたか。私への質問は、初めて小室さんを紹介した時のことと理解いたします。将来を考えている方として紹介いたしました。その時は両親のみであり、妹と弟には別の機会でした。ということで、ここでは両親の時の話をさせていただきたいと思います。改めて振り返りますと、何分にも数年前のことでございますし、結婚に関する物事が進んでいたわけでもありません。記憶に残っていることといえば、両親が秋篠宮眞子の父です、母ですと自己紹介をしていたこと、小室さんも自己紹介をなさっていたことでございます。多少の緊張感はありながらも、楽しく和やかに会話をしたように記憶しております。将来を考えた交際を私の家族に報告しましたら、とても恐れ多いことですが、あなたがそのように決めたのならば、宮様にお幸せになっていただけるよう努めるようにと申しておりました。眞子さまは皇族の立場を離れられ、新たに家庭を築かれること、小室さんは皇族の方を妻とすることをどうお考えですか。理想の家庭像と合わせてお聞かせください。幼い頃より、結婚をするときは皇族の立場を離れるときであるという意識を持って過ごしてきました。その中で天皇陛下をお助けし、自分なりにできる限り皇族としての仕事を大切に果たそうと努めるともにとともに、私自身の生活も大事にしてまいりました。両親も私の考えを尊重しながらも助言をし、見守ってくれました。他にもたくさんの方々に助け見守られ、さまざまな貴重な経験と多くの出会いに満ちた日々が送れましたことを大変ありがたく思っております。新たに家庭を築くことはなかなか想像の範囲に収まることではないと思いますが、小室さんとともに温かく居心地がよく笑顔あふれる家庭を作ることができれば嬉しく思います。内親王様をお迎えすることは非常に責任が重いことと思い、真摯に受け止めております。宮様はそれらのことを感じさせない配慮を常に私にしてくださり、今日までとても自然な気持ちで過ごすことができました。これからも私なりにできる限りのことをしてまいりたく存じます。理想の家庭像でございますが、いつも自然体で和やかな家庭を築いていきたいと思います。小室さんにお伺いいたします。ご自身の性格や大切にしていること、趣味や座右の銘、また将来の夢や目標などについてお聞かせください。まず性格でございますが、一言で申しますと単純ということになると思います。どちらかといえば鈍い方かもしれません。大切にしていることは日常のペースを崩さないことでございます。趣味は多々ありますが、その中でも絵を描くことと音楽は幼い頃より親しんでまいりました。休日にはピアノで好きなジャズを弾いております。また体を動かすことも好きで、四季折々のスポーツを楽しむこともあります。好きな言葉は Let it be でしょうか。現在奥の総合法律事務所外国法共同事業にて正規職員として働いている傍ら、社会人入学した大学院に夜間で通っております。今後のことで思い描いていることはございますが、今は目の前の仕事と勉学にしっかりと取り組むことが重要であると考えております。将来のことにつきましては皆様とご相談しながら考えてまいりたいと思います。これにて本日の会見を終了いたします。本日は、お忙しい中このような貴重な機会を設けていただきありがとうございました。久一同お二人の末永いお幸せをお祈りしております。本日は誠におめでとうございました。
ありがとうございます。ご婚約おめでとうございます。それでは本日のテーマを紹介させていただきます。最初は北朝鮮第6回目の核実験ということで、産経新聞の野口博之さんをお迎えいたします。そして2つ目のテーマが、メディアが報じない日英首脳会談とその成果ということで、渡辺さんからお話しいただきます。そして3つ目は県立美術館の挑戦、世界を驚かせたリアルタイム演劇ということで、前田さんからお話しいただきます。はい、それではここからはゲストコーナーのとして、今日は産経新聞の野口博之さんにいらしていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今回の北朝鮮の核実験を受けまして、じっくりお話し伺いたいと思います。まあ、この核実験なんですけれども、まあ、大きく割れて3つぐらいねテーマがあると思うんですよ。まあ、これ新聞記事がちょうどあったんで見ていきたいんですけれども、例えばこの読売新聞の紙面からはですね、北朝鮮核実験6回目のそして最大規模かと、まあ、ICBM 用の水爆の可能性もあるというような話も出てきているわけですね。 ICBM、まあ、アメリカ大陸に届くということでございます。はい、それからですね、さらに次はこの産経新聞の紙面からなんですけれども、核弾頭の小型化が進んでいるのではないかということですね。もちろん核爆弾があったとしても、それを運ぶ手段というのも大きいものなのでね、まあ、小型化というのはミサイルに詰めるということですから、非常に脅威が段違いになるということですね。はい、そしてもう一つはこちら、そういったニュースを受けてアメリカで日韓の核武装論というものがまた起きているということなんですね。まあ、一部の専門家は容認姿勢を見せているなんていうね見方もございます。これも産経新聞でした。まあ、こういった問題についてね、今日は野口さんにぜひ解説をしていってもらいたいと思っております。よろしくお願いいたします。さて野口さん、この今回の、はい、まあ、6回目となる核実験と言われているんですが、はい、これについて大体大まかにどんなふうにご覧になったんですか？もう6回目の核実験をやるってことは、関係者の間ではもう合意事項ですから、合意事項、それがいつかっていうことで、結局今までの核実験の集大成ですね、7回目があるかどうかは別として、これでもう一応の区切りがついたっていう位置づけでいいかと思います。つまり ICBM が完成したということですね。そういう核に詰める、そう、そういうことですね。 ICBM に詰める核が、要するにアメリカまで届く可能性の極めて高い核ミサイルが完成したと、そういうこと、本土までですね、そういうふうに見ていいかと思います。つい先日トランプに対してですね、国家安全保障会議が北朝鮮が核の小型化に成功しているのではないか、はいはい、ただし実証実験が行われていないがという条件付きでしたよね。はいはい、これがだから実証実験が行われたと考えたらよろしいんですか？そういうことですね。もうこれは不可避の実験で、これともう一つはアメリカの本土近くまで、ロフテッド軌道ではなくて本当に日本列島を越えてアメリカの本土近くまで起こす、落とす実験、これがあと望まれるところですね、北朝鮮サイドとしては、うん、はい、それ9月9日に向けてとか、そういうのあるんですか？一つの区切りだとは思います。9日じゃなくたっていいです。 9.11 にプレゼントってこともありえますからね。はい、だから要はアメリカ側としてはですね、これまでですね2つのレッドゾーンというのを作ってたわけですよね。はいはい、1つが、核を小型化する、はい、そしてもう1つがアメリカまで飛ぶミサイル、はいはい、この2つが完成した場合にアメリカにとって北朝鮮が直接的敵対国になると、はい、でこれが朝鮮戦争というか朝鮮半島内での内乱からアメリカと北朝鮮が直接対峙する環境に変わったということでよろしいんですよね？そういうことだと思います。北朝鮮にとってはですね、まず一番大事なことは、何度も申し上げてますけれども、アメリカ本土まで届くエンジンの水陸ですね、はい、要するに軍事拠点を攻撃するわけじゃないので、精度
もちろん制度があった方がいいんですけれども、制度よりも推進力ですね。届けばどっかの都市を狙えばいいわけで、アメリカ広いですからどっかに落ちればいいわけで、うん、そのために、もちろん核弾頭の小型化って問題もあるんですが、推進力さえあればある程度大きめでも、持っていけるということですから、一番大事なのは推進力ですね。それに伴って、大気圏への再突入の、角度の技術、あるいは、カバーの素材ですね、こうしたことが大事になってくるとは思うんですけれども、とにかく一番大事なことは推進力、そして、大気圏の再突入の技術、この2点が私はいつも、レッドライン、赤いラインと呼んでるわけです、ただしアメリカは、それを見た上でもまだ攻撃、北朝鮮に対する攻撃はしないと私は思います、私はいつも言ってるのは二段論法で、レッドラインとデッドライン、これがあると思ってるんです。デッドライン、はい、まずレッドラインは技術的なところです、はい、そしてアメリカはこれをもちろん黙認はしませんけれども、まだ国際世論を眺めると思います。なぜかといえば、もともと中国になんか頼ってませんから、当てにならないと踏んでいても中国を説得してきたわけですけど、これは演技ですね。中国を説得してやらせようとしたと。で、今後アメリカは、四大銀行に対してマネーロンダリングをするなということ、あるいは場合によっては北朝鮮の、海上封鎖ですね、こういう荒技をやってくると思います。それでも中国ロシアは動かないでしょう、そしていよいよデッドラインの登場になるわけです。これだけ我慢した、これまで、危険をアメリカは耐えたんだと。でも北朝鮮は何にもしなかった、ロシアも中国も北朝鮮の肩ばっかり持ってるよと。そしてここでデッドラインを切って、いよいよ、レッドラインを通り越してデッドラインになって、いよいよ攻撃という、僕は手順を踏むんだと思います。四大銀行というのは中国四大銀行ですよね。で、今もトランプはすでにですね、北朝鮮と貿易をしている国との、貿易、断交、貿易的な接触を一切アメリカはストップする用意があると宣言を始めていて、金融制裁を強化する動きが出始めてますよね、それとあとはそのメッシュが日本に来日した際もですね、さまざまな話し合いが持たれているわけですが、アメリカ、日本、イギリスともに北朝鮮に対して妥協はしないという方針を今のところ出してますよね、どう思われますか。まだ無駄だとは思っていても、アメリカは手数出してくると思います。それはどういうことかというと、今おっしゃった四大銀行、中国の四大銀行のマネーロンダリングをやめさせる、あるいは海上封鎖、そしてですね、北朝鮮はご承知のように百数十カ国と国交がありますから、漏れちゃうんですね、どんな経済封鎖をやったところで。これをどうするか、例えばですね、北朝鮮に対して支援をしているアフリカやアジアの国家があるとすれば、そこに対して ODA を中止するとか、そういう技もやってくると思います。ただし僕は効果は限られているというふうに思ってますから、結局着地点は軍事行動しかないというふうに思ってます、まあ、いわゆる現代版の ABCD 包囲網的なものを やるのと同時に、まあ、第二次世界大戦の時日本がやられたように、ある意味春ノートみたいなものをいくつも最後通告ですね、通告を突きつけながら、前に進めていくということになると。田辺さん、でも北朝鮮と仲良くしている国と貿易を止めるっていうけど、中国とかも入ってるじゃないですか、ですね、とても止められないですよね、軍事協定もありますよね、中国は。だから物から、特に金融部分においては、止めれるものと止めないものを制限的に順序よく真綿で首絞めていく形を取るんだと思いますけれども、ね、まあ、それと何といっても日本とのね、日本はこれからどうすればいいんだということで、まあ、アメリカの中では 日韓の核武装論なんていう、まあ、これまた随分話も出てくるわけですけれども、これはどう見てますか。核武装っていうのはするかしないかっていうのはものすごく簡単な選択で、日本の国益になれば核武装するべきだし、国益にならなければ核武装を保留する、つまり、NPT 体制、核拡散防止のこの枠組みの中で日本が生存していくことが
いいのか、はたまたアメリカの拡大抑止、核の傘の下で生きていくのがいいのか、はたまた、非核三原則を持ち込ませるというのを、例えば日本の海峡はアメリカの艦船の通過を見越して真ん中辺が公海になってるんですね、公の海に。これを全部領海にして自由にアメリカの核は持ち込んでもいいですよという非核二原則ないし一原則にするかというやり方、あるいは NATO がやってるように核のシェアリング、核を貸してもらってミサイルで自国の責任において撃つか、こういう選択肢はいくつでもあるわけで、日本の国益になるものがどれなのかを判断すればいいだけの話で、ただしこれの前提として原発を動かしておくことで、最短で核武装ができるような用意をしておくこと、これだけでも抑止になりますから。そうですね、アメリカは日本のアメリカの中では非常に日本に核持たせてもいいんじゃないかっていう今までの核瓶の蓋論がだんだん、緩んできてですね、うん、日本に持たせてもいいっていう風論調も目立ってきましたんで、いつでも日本が核武装できるっていうことをアメリカとの関係、国際関係を睨みながら日本は進めていけばいいんだと思います。ただし核武装するだけのステップはいつも手に持っておかなきゃいけないってことですね。非核三原則というものそのものがあれば単なる閣議決定で、いつでも新たな閣議決定で上書きして消すことができるんですよね。その通りですね。もしくはある人はですね、その持ち込ませずせずの部分を打ち込ませずに変えて非核三原則を維持すればいいって言ったので、グッドアイデアだなと思ってるんですけどね。閣議決定ですから閣僚が全員サインすればそれで成立する、そういうことですね。国会通す必要もないということがまず、はい、一般の方はあまり知らない話になるかと思うんですけれども、まあ、その上でですね、核の保有の仕方に関しても、まあ、自国で開発できる環境はいいですよけれども、デリケートな問題で他国を刺激する部分があるので、はい、アメリカの核を一時的にレンタルする、はい、レンタル核なんていうのもあるわけですよね。もう十分考えていいんじゃないでしょうかね。そうするとね、ニクソン時代に実は、はい、なんか日本に再軍備プラス核を持たせてもいいっていうような議論があったと聞くんですけども、なんか今回ねトランプ政権でなんかニクソンのウォーターゲートとこうあれしてロシアンゲートってことも出てきたんですけども、うんうん、この中でそういうこともやっぱり出てきてるのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。核をここが大事なんですが、日本に核武装をさせるってことがアメリカの拡大抑止が外れるということにならないようにしないといけないと思うんですね。うんうん、そうですね。日本も核武装するけどもアメリカの拡大抑止も必要だよっていうところがあって、なぜかというと核爆弾、核ミサイルを飛ばすにはやはり衛星とか、スパイの情報、そういうもろもろのその核ミサイルを誘導するだけの発射するに至るまでのもろもろの情報を取らなければいけない、はい、この部分というのはまだまだ日本は遅れてますんで、この部分をどうするか、アメリカに頼るのか、もちろん一部シェアは日本が保有した方がいいと思うんですがね、その進展度によってアメリカ核武装を進めていかないと、日本が核武装した途端アメリカの拡大抑止が外れてしまうっていう事態は避けなければいけない。そうですよね。だって日本の隣国って北朝鮮だけじゃないですか。だけではないではないですか。例えば中国とか後ろにロシアもね、みんな核持ってるし、こちらに向かってる核もあるわけですから。北朝鮮は言ってみれば通常兵器なんかを見れば別に、幕内とか前頭ですから、うん、その後ろに、陣取ってる横綱に備えなきゃいけない。横綱というのは中国ですね、うん、これが最終的に我々の敵になるわけですから、ここに、絶えず意識を注意を払っていかなきゃいけないということになりましょうね。アメリカがだからなかなかこの北朝鮮に対して軍事制裁ができない理由もそこにあると言われてるんですよね。そういうことですね。で、いわゆるその後にあるものっていうのは南シナ海問題が控えてるわけで、南シナ海問題を含めて国際社会は北朝鮮を見ているし、中国は逆に言うと北朝鮮を利用して自分のところの南シナ海問題が表に出ないような策を取っている。だから解決を目的としていないと言われてますよね。どう思われますか。
アメリカがこのまま南シナ海の情勢に手をこまねいていれば、次は東シナ海でしょうし、北朝鮮の、というか朝鮮半島の核化、非核化じゃなくて核保有化、核武装化というものも許すことになるんで、オバマ政権の時に非常に、戦略的忍耐といって、北朝鮮あるいは中国に対して、実力的な武力交渉を背景とした交渉をしなかったために今ここまでずるずると来てしまったわけで、南シナ海問題というのは朝鮮半島有事、あるいは東シナ海の尖閣諸島の占領、こういうことに直結するという日本は危機を持っていかないと、東アジア全体あるいはアジア全体のきな臭いものがに火をつけることになるというふうに考えていいかと思います。もともと北朝鮮ってミサイルを世界中に販売してましたよね、はい、で中東に販売していたり、そのイランとの関係とかが、はい、シリアやイランとの関係が噂されたわけですが、これある意味北朝鮮がこのミサイル開発に成功したということは中東問題がきな臭くなる原因でもあるわけですよね。その通りですね。結局その北朝鮮の核ミサイルビジネスというのを助長すれば世界各地で紛争が起きるということですから、そういう核ミサイル、北朝鮮の核ミサイルビジネスを食い止める上でもアメリカはしっかりしないといけないというふうに思いますね。そうですね。ですから例えばイランが核武装をしようと思った時にもすでに北朝鮮での成功例があるわけですから、部品を組み立てればいいという、そういうことですね、ことになってしまいますもんね。イランと北朝鮮は、持ちつ持たれつの関係で、技術的にも科学者の人的交流にしても実験場にしても、あるいは実験そのものにしても、お互いにデータ交換し、人脈交換、データ交換、部品交換してますから、うん、このやっぱり、パイプを断つということも大事になっていくと、うん、そういう意味ではイランに対するオバマ政権の甘い姿勢ではなくて、トランプさんがイランをもう一度締め上げようとしているのは僕は正しい選択だというふうに思ってますね。そうですね。なかなか日本人ってその北朝鮮を北朝鮮という情勢だけで見がちなんですが、うん、それが中東にもつながり、で北朝鮮が核保有、北朝鮮の核保有を許してしまえば他のアフリカをはじめとしたきな臭い国々、うんの核武装も許すことになりかねないと。そういうことですね。 NPT 体制が完全に崩壊する可能性が高いと。だから言葉は悪いですけど、見せしめという意味でもですね、やっぱり北朝鮮を実力行使をしても、核保有をやめさせることが世界平和につながるんだという、うん、やっぱりボタンの掛け違いをしてはいけないというふうに思いますね。で今 NPT の話が出たんですけども、そこで日本がね、先ほど核大抑止とか核武装とか核の抑止の一つの役割の他にね、私もう一つあるというのが、やっぱり軍縮の問題で NPT を維持するにはやっぱりその私たちが平和利用を、原子力を平和利用としてきちんと使うというのと同時に、核保有国やっぱり軍縮の義務があると思うんですよね。 INF 条約が今ロシアの違反でアメリカもどうするかというのは議会で議論になってますけど、やはりここは新 INF で中国も入れて、その多国間できちっとやってもらって、そういう枠組みでね、一緒にね、北朝鮮とかイランも考えてほしい。それを日本とか韓国が、国際社会とともにこう言っていくのも一つの選択かなと思うんですけど、どうでしょうか。おっしゃることはその通りなんですけれども、気をつけなきゃいけないのは、北朝鮮を核保有国として認めるっていう論調がアメリカで出始めてるんで、そこは絶対に釘を刺しておかなければいけない。要するに、ライスさんなんかは要するに現実問題としてもう食い止められないでしょと、だから一定の核保有だけは認めて、そこから先はダメだよっていう意見ですけれども、これはですね、アメリカに届く ICBM はダメだよ、でも日本にいや韓国に届く核ミサイルはもう持っちゃってるんだから、これ許しちゃおうっていう話になりかねないんで、こうなれば日本は終わります。そうですよね。あと絶対許しちゃいけないっていうね、そこを日本としても本当に唯一の、ね、核爆弾が落ちた国としても、そこは絶対ですよね。日本にとって有事だっていう認識を持たなきゃいけないですね。アメリカより日本が危ないんです。韓国は同胞ですから、この局面で一番危ないのは日本なんです。そこの認識をしなければいけないのに、国会は鈍いですね。
民進党の党大会でも全然こういう問題がない、こういう寝ぼけてる政治家、こういう人たちを目覚めさせないと国民も目覚めないでしょうね。まあ、共産党に至っては日本が悪いでしたからね、もうどうしようもありませんよね。本当ですね、はい。まあ、こういった野口さんの分析をですね、野口博之の軍事情勢というコラムで今インターネットで読めるんですよね。これこの問題これからもお書きになっていただけるんですね。はい、毎週月曜日の朝に産経ニュースでアップされてますんで、はい、ということですのでね、ぜひ検索して読んでいただけたらと思います、はい。今日は野口博之さんに、来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では後半のテーマに入ります。今日は渡辺さんの方からメディアが報じない日英首脳会談とその成果ということで、はい、そうなんですね。ですからあの8月31日からですか、イギリスからメイ首相が日本に来日してですね、安倍総理と京都に、訪問したりとか、さまざまなことが報じられているんですが、はい、実はですね、この観光行ったうんぬんかんぬんよりも、もっと大切なものというのがいわゆるこの共同声明というものなんですね、はい。で、首脳会談成功した場合には共同声明というものが出されます、うん。で、この共同声明というのは共同の記者会見より上にあたりまして、一種の国際条約に近い準ずる扱いを受けるものなんですね、はい。で、この共同声明について内容がほとんど触れられてない、うん、ということで、今日はですね、その共同声明の内容について、はい、まずお持ちしました。まずこの本文の方なんですね、4本の共同声明が発出されています。で、一番これがベースになる共同声明で、日英共同ビジョン声明ということで、ビジョンということですから、日英が共同でこれから先をどのように作っていくかという声明なんですね、うん、はい。で、まあ、これよくある島国、日本は島国国家である、うん、いわゆる海洋国家としての共通の利益を前提として、日本が大好きな言葉ですね、自由民主主義人権法の支配といった基本的価値観を共有していると改めて確認したわけですね。で、その上で、別途後から紹介する安全保障及び繁栄のパートナーシップを次の段階に引き上げることにコミットした、うん、ということです。ここからがものすごいんですね、うん。これが安全保障に関するものですね、日英両国はアジア及び欧州においてお互いに最も緊密な安全保障上のパートナーであり、安全保障及び防衛は両国関係の軌跡であると、
我々は力や強制により緊張を高めようとする、また現状を変更としようとするいかなる一方的な行動にも強く反対する。でここで北朝鮮の問題に関してもイギリスがコミットする、いわゆるもう関係していくということが、積極的関係をしていくということが触れられています。そしてですね、その上でここからがすごいんですね、本日共同演習、防衛装備品技術発展途上局への能力構築、サイバーセキュリティ、宇宙、テロ、暴力、過激主義への国際的、並びに奴隷制を含む重大犯罪との戦いといった分野における増強された安全保障防衛協力を通じ、ルールに基づく国際、システムに対する、挑戦等に対抗していくということで、別途声明が出されたとされているわけです。ここを見ていただくと分かるんですけれども、これ、うん、いわゆる先日締結ができたですね、はい、TOC 条約、パレルモ条約についても触れられているわけですね。要は野党などが反対しましたけれども、うん、これイギリスは、日本の TOC 条約、いわゆるパレルモ条約、テロ等準備罪の成立に対して良、はい、かったと言っていると、うん、でこの安全保障に対する二国間の合意というものがこちら全文になります。ちょっとご覧いただきましょう。まあ、特にですね、世界においてインド太平洋地域における協力を強化、これは完全に南シナ海を視野に入れたものですね、うん、で、この下のところもそうですね、法の支配に基づくというところも、これも南シナ海、その次が北朝鮮の問題、朝鮮半島の非核化に関しても完全にコミットする、イギリスが参加する、で、その次がすごいんですね、イギリスの空母の展開、これ私が線引いたわけではなくてですね、これ外務省の文書にわざわざ線が引いてあるんです、陸海空軍の派遣を通じたものも含む、アジア太平洋英国の安全面での関与の強化を歓迎ということで、イギリスの空母がアジアで展開するということまで踏み込んでるわけですね。で共同演習のため、武器の相互調達、相互利用まで踏み込んでいる、これ完全にですね、もう安全保障条約というか、軍事同盟に近い、素晴らしいですね、まあ、日米同盟があってね、そうです、ここで日英同盟があっておかしくないなっていうね、日本もこれからやっぱり多角的にいろんな国とやっていかなきゃいけないですね。今もうこのイギリスとのいわゆるこれが軍事同盟に近い文書になってしまっているわけです、はい、うん、でこれは先ほど言ったように共同声明というのは条約に近い意味を持ちますから、国会の批准は必要ないわけですが、うん、ですから将来のいわゆる軍事同盟の成立まで視野に入ったものになっている、はい、で日本とアメリカとの間で安全保障条約があります。日米安保は日本の安全保障の要です。その上でイギリスとアメリカとの間でも安全保障条約があります。そこに日本も含めて3国、日英米の3国のある意味軍事同盟がこの共同声明によって成立したと見ることもできるわけですね。その上で今回北朝鮮に対する非難声明に対してイギリスもコミットし、同時に朝鮮半島の問題にもイギリスは積極的に解決に向けて関わっていくとしているわけなんですね。でこの裏には何があるか、そして南シナ海の問題も出てきました、はい、この中でも何があるかというと、やはりイギリスとしては見ているその先には、香港の問題があるんだと思います、はい、もともと香港はイギリスの領土の一部でした。まあ租借権という形で借りていたという形にはなりますが、で今香港の人権運動がですねどんどん抑圧されてしまって、そうですね、でこのままだといわゆる人権派と言われる人たちがどうなるかわからない、香港人の命運も今かなり厳しいところまで追い込まれているわけですよね、はい、でここでですねイギリスが関わる南シナ海問題、朝鮮半島問題に関わるということは、ある意味中国と敵対する覚悟を持ったとも言えるわけですね、うん、で中国と敵対する覚悟を持ったということは、香港を最終的にはイギリスとして取り戻す、まあ、自国の領土ではなかったとしても香港の民主化運動という形で独立までサポートするような
意思があるのではないかという見方も強いわけですね。これはまた随分突っ込んだところまで、ね、それはなかなかねちょっと、うん、現実的でははっきり言ってないと思うんですけれども、うん、はい、私は日本とやはりイギリスが組むことで日英関係のいろんな、そうですね、今安全保障分野に特化してましたけれども、うん、経済分野でもねいろんなことが一緒にできる、特に技術の話ありましたが、そういう技術って今本当に汎用品って言ってデュアルユースって言って民間と軍事で使える部分ってすごく多いんですよね。そういう意味では日英関係で装備品の調達とか共同研究をやることで民間も進められるし安全保障も進むしお互いいいんじゃないかなって気がしますね。そうですね、日本の航空機ってあまり知られてなくてボーイングだとかエアバスばっかりが取り上げられますけれども、うん、航空機エンジンの作用ってロールスロイスなんですよね。言われてみるとね、でイギリスなんですね。ところがイギリスは自動車産業がもう本当に衰退してしまって、うん、まあ、イギリス国内のまだ国産車メーカーはあるんですが、イギリスでヨーロッパ向けの日本車を大量に作っている。でいわゆる外資の7割近くが日本資本という状況に今イギリスではなってるんですよね。そんなに結びつきが強いんですか。そうなんです。ヨーロッパ向けの車というのはほとんどイギリスで作られている状況になってます。トヨタもあります、日産もありますという状況で、ですからそういう意味でイギリスはブレグジットによって大陸と切り離すという、離れていくという選択をしました。その直後にアメリカと急接近をする動きを見せているわけですね。アメリカとイギリスが、メイ首相はアメリカに最初に訪問し、トランプとの間での会談を進めていったと、強く進めていったという状況の中で、で今回日本に来たと。で日英米といういわゆる島国、海洋国家同士の連携軍を作る動きになっていて、前回のいわゆるキャメロン・オズボーンという前の首相ですね、ブレグジット成立で辞めましたけれども、この2人は非常に親中派、中国と非常に仲良くやっていた、この2人に対してイギリス国民はノーを突きつけたわけですね。目の前でエリザベス女王が、まあ、中国のですね、習近平を歓待してやっていく姿にイギリス人の保守的な人たちの多くはやっぱり嫌悪感を覚えたというところが正直なところだと思うんです。差別というわけじゃないですが、やはり白人の人たち、アジア人に対する見方ってやっぱり低いんですよね。でそのアジア人の、それも王家がない中国という共産主義国の、まあ、原始を名乗ってるけども原始ではないような一般の人が来たものに対して王室を挙げて大騒ぎをしたということに対してものすごい嫌なコンプレックスというか嫌な思いを持っている保守層が多かった。でこの人たちに迎合するような形で、メイ首相はもうイギリスはアメリカにつく、アメリカにつくということは大陸を捨てる、で海洋国家軍を作るという意味で日本と組む、そしてイギリスの海洋アジアにおける拠点というのは香港であったことは間違いなく、今の雨傘運動などもですね、背後でイギリスが支援していると言われている。でそういう状況の中で、まあ、どういう形でという香港を維持するかというのは別ですけれども、ね、今みたいに一国二制度をずっと維持し続ける、中国政府の介入を排除するという方向かもしれませんが、何らかの形でやはりアジアの拠点としてイギリスは香港を維持し続けたいという思いがあるのは間違いないと思います。ね、実はね、そこのところなんですけども、歴史的というか法的には1997年に返還するときに、はい、実はですね、租借権というのがあったのはその当時の香港の一部で、全部は返さなくてよかったんですよ、イギリスは。それが鄧小平と、サッチャーさんですね、当時の交渉の中で、サッチャーさんその時イギリスの経済あんまり良くなかったので維持するのが、まあ、コスト上かかるということで、返さなくていい部分まで差し上げたというね、実はね、だからさっき言ってた領土っていうのは正しいです。そうですね、ですからで本来は50年間一国二制度を確実に維持するという約束だったのに、30年目の中間検査をイギリス議会がするといったところ、中国はそれを拒絶してビザを発行しなくて、イギリスの国会議員が行けなかったという事件が起きたわけですね。この辺りからやっぱりイギリスの国内世論もかなり変わってきており、やはり中国からイギリスに対する投資額がすごかったんですが、
一気にここに来て、あの中国のバブル崩壊もあって冷え込んでいる状況なもんですから、イギリス人の中国に対する見方が一気に変わりつつあるというのが今の状況だと思います。じゃあ中国これから香港もどうなるかまだ不明瞭になってきた感じですかね。そうですね。で、多分このまま行くとですから香港だけではなくていわゆるまあ独立してますけれども台湾問題に関してもイギリスが積極的に絡んでくる可能性があります、で海洋国家群を維持する今の枠組みを変更させないということは当然台湾もそこのグループの中に入っている、大きな絵の中に入っているんですね。具体的に日本とか台湾は何をしてほしいんでしょうね。イギリスから見るとどういうことをしてほしいんでしょう。日本に対してやはり経済協力だと思いますね。そうですね。ブレグジットでねやっぱり大変ですもんね、今まで。ブレグジットで大変ですし、日本からの技術と日本からの金があればイギリス維持できますから、ある意味アメリカとイギリスと日本というこの三国の海洋国家群の構築で、それができるとアジアに持っていた今まで失われた利権を少しずつ回復する、長い目で見て少しずつ回復していく道筋になる。それと同時に敵対、イギリスにとって最大の敵はドイツですから、ドイツが中国と接近している、この中でドイツに対して勝つには日本やアメリカと組んでドイツ潰しに入りたい、これが結果的にはブレグジットにも影響を与えるという長い子まで見ているように思うんですけれど、まあ、そこまでの力が今のイギリスにあるか分からないんですけども、ただ日本がイギリスのねすごいやっぱり伝統的に使えた情報も、イギリスは香港をまあ、与えて中国側に与えた後もですね、こっち の, あの本当に極東に、それこそあの、そうですね、いろいろですね、情報を取りにとか、あと来て来たりとかですね、あと今言うねあの人がいないような、あの、ね、いろんな基地を飛ばしたり、あと海の中とか取ってるので、本当にね、あのそういうところは日本ももっとちゃんと情報、今回のこともいろいろありますけども、情報機関とか情報網とか情報の取り方、イギリスに学んだらいいかなって気がしますね。なんかイギリスの長期的なプランを持つ凄みっていうのを感じますね、元派遣国さんのね。そうですね、イギリスは一番嫌な敵にしまいちゃいけない国ですから。ありました、はい、どうも渡辺さんありがとうございました。ありがとうございました。